こんにちは。ちょっと不規則なんで日程が、今日動画を上げることになりましたけども、まあ3連戦ということではないんですが、まあ、振り返り動画ということで見てください。台風がということで、非常に大きい台風が来てるということなんですが、まあ今日あたりは関東かなというようなことを感じます。台風によって日程がまたずれたというね、まあそういうチームもあり、でもったいないミスがみたいな、ミスが直結して負けたチームもあります。であっという間にっていう、まあとんでもないことがこの時期に、まあ、起きてるチームも、まあ、中にあるということで、まずセ・リーグから、まあ、ちょっと振り返っていきたいと思いますが、見る限り上位チームが非常に苦しんでるという、で下位チームがちょっと勢いがあるぞというようなね、まあ、セ・リーグなんですが、まずヤクルト、まあ、1勝1敗1分け、1分け1敗というのは中日、見てるとちょっと打線が振るわないかなっていうような、そんな感じがしますし、あと村上が非常にマークがより厳しくなってるという、まあ、当然のことだと思いますが、まあ、しかしこの1勝というのが、甲子園で行われた小川がすごく粘りましたね。藤浪との試合で、まあ、1対0ということで、まあ、勝つんですけど、まあ、高津監督は小川に対して、まあ、厳しいというか、なかなか変えないというか、まあ、そういう采配を振るっていて、まあ、ここって言った時に、まあ、左バッター中野に対して田口かなと思ったら久保を持ってきたですよね。あれがやっぱこう、高津監督がずっと久保をつつ使い続けてきた、まあ、真骨頂なのかなっていうような気がして、中野ゲッツーに、ピンチをしのいだという、ああいうあたりがやっぱ高津監督のうまさかなというね、まあ、ヤクルトの方は、まあ、5割を死守していけば、まあ、間違いなく優勝に、到達するだろうなというようなね。そういう、まあ、少し余裕がある、まあ、ヤクルトだったですね。で DeNA、DeNA は1勝3敗、広島に連敗で、巨人に1勝1敗とで、まあ、広島の状態が非常に良かったということと、打線がつながるで、大皿をちょっとやっつけたかなっていうような感じがしたけども、ひっくり返されたというね、まあ、そういう試合も中にありました。で巨人に1勝したのは、まあ、3対1で、勝つんですけども、まだまだここで代打を送れば、ここで、まあ、バントをしとけばというような、ね、ところがあって、まあ、勝ちはしましたけども、ここからやっぱ負けれない試合がどん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 続いていくということを考えたら、ベンチにいるメンバーを、フル動員して勝っていくというようなね、まあ、そういう考えもあってもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ただ大貫が非常にまあクイックを使って打ち取ったりだとか、インサイドをものすごく意識して中田を外のスライダーで打ち取るとか、まあ、クイックを使って丸を三振に打ち取るとか、まあ、非常にテクニックが あるような、まあ、ただ投げるだけではなくて、非常にいろいろ考えた、まあ、投げ方をしてるなというようなね、まあ、そんな感じがします。昨日行われた巨人戦、今永と菅野、まあ、期待しましたけど、まあ、菅野が非常に良かったということもあり、まあ、初回にね桑原のツーベースを足がかりに1点取ったんですけども、今永が中田にホームラン、大城にホームラン、丸にホームラン、ブランコにホームランとかね、あれだけホームランを打たれる今永っていうのは、まあ、非常に珍しく、まあ、初めてのことだったかな。まあそういうことで、まあ、1勝3敗という、まあ、非常にここに来て選手の疲れっていうのも感じますし、まあ踏ん張りどころだなっていうね、まあ、そんな感じがしますが、まあ、阪神とか追ってのチームも非常に苦しんでるんで、まあこの1つ勝てたというのはね、まあ大きいかなという、まあ、ただまだまだヤクルトが優勝してるわけではないんで、上をどん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 目指してほしいなっていうふうに、まあ、感じます。で阪神タイガース0勝2敗、まあ台風の影響で、まあ、中止になったりとかして、2試合しかやらなかったんですけども、巨人に2対3、この2対3というのは、まあ、西勇輝がそれまで点を取られてなかったんですね、巨人にね。27イニングぐらい取られてなかったのかな、28イニングかな。今シーズン1点も取られてないということで、満を持して先発をした、
まあ、しかし、吉川がタイムリーを打つ、中田がホームランを打つとか、まあ、そういったことで、まあ、西を沈めたというね、まあ、その中で、まあ、戸郷が頑張りみたいな、まあ、そういうところでやっぱホームランだなっていうような感じがしますね、巨人はね。まあ、阪神タイガース、まあ、そういうことで巨人戦を落とし、で一つはヤクルト戦、藤波が非常に良かったんですよ。非常に良かったんだけども、エラーからランナーを出し、そのエラーのランナーを藤波のエラーで、1点献上するという、その1対0でもう負ける形になったという、まあ、非常に阪神にすればもったいない敗戦だったですね。ただ小川が、まあ、先ほど言いましたけども非常に頑張ったというね、まあ、そういう結果で、まあ、阪神が、まあ、勝てなかったという。で台風があってゲームが流れるし、ちょっと調整具合がどうなのかなというね、まあ、そんな感じがし、ちょっと心配になるんですけども。で広島は2勝0敗、まあ、これは、まあ、先ほど言いました DeNA に連勝して、で松田に帰ってみたいなね、まあ、そういうことがあったんですけども、台風の影響で試合が流れるという、せっかくバッティングの状態とかも非常に上り調子で、マクブルーブも非常に調子を上げてたのに、まあ、ここでちょっと中止になったっていうのは、勢いがバッティングの状態っていうのが非常に良かっただけに、この雨の影響で崩れなければいいなっていうふうに非常に思います。ただこれからの日程を考えると広島にも非常にチャンスがあるし、まあ、阪神は逆に言えば打てないんで、まあ、ちょっと苦しむだろうなっていうような感じがしますね。でジャイアンツは阪神に3対2、まあ、天敵の西を打ち崩して、まあ、勝つという。で DeNA には、まあ、ホームランで勝つという。やっぱりジャイアンツはここに来てホームランが出始めたけども、まあ、非常に後で話しますけども非常に不安な材料を抱えているという。でも状態はバッティングの状態は非常に上がってきてますよ。まあ両外国人、まあ、中田もいいし、まあ、岡本もホームランを打ったりだとか、まあ、非常に状態はいいんですが、ちょっと日程的な問題、球場的な問題でちょっと不安を抱える材料があると。ただまあ巨人もこう上まで行ける、まあ、チャンスが残されてるんで、まあ、非常にまあ期待してもいいと思います。で中日はここに来て、まあ、ちょっとつながるようになってきたかなというね、まあ、感じはするんですけども、まだまだやっぱこうピッチャーにおんぶに抱っこというね、まあ、そういう戦いがまあ続いているという、まあ、中日はまあヤクルトに 8-0 で勝ち、3対3の引き分けに持ち込むと、まあ、最後までこうヤクルトを追い詰めましたけどもね、3対3の時はね、まあ、だけど勝ち切ることができなかったという。まあ、ただチームの状態とすればバンテリンでやるときは非常にいい戦いをやっぱり中日はするなという感じは受けました。まあ、そういうセ・リーグです。パ・リーグはですね、激アツです。まあ、オリンクスの4勝1敗というのが光るし、この2敗を除いたら今現在3連勝というね。でライオンズが負け越してる、まあ、負け越してるというか勝てないここに来て、でロッテがイーブン、まあ、日本ハムが勝ち越したということなんだけども、まあ、ソフトバンクから、楽天、この2勝は楽天に2勝しました。で、まあ、楽天も追ってのチームとすれば非常に、嫌な存在 でどういう戦い方をするかなっていうふうに思ってたら、この楽天戦2試合というのは柳田、デスパイネ、まあ、そういう中軸の選手たちが頑張ってまあ、勝つわけですよね。やっぱり楽天を見てると、ああ楽天ダメかなとか思った、まあそういうことを感じさせるぐらい、まあ、圧倒していくわけですよね、7-3、6-2 で勝つわけです。だから、まあ、状態いいなと思ったらこの3連敗というのはオリックス3連敗で、ここで山本宮城田島ってくるんですよね。で 0-2、0-2 で、まあ、初戦2戦目っていうのを負けるんだけども、やっぱ山本は勝負どころで非常にまあ、圧巻のピッチングというか状態的にはそんなには良くないんだけど、やっぱり粘る。で宮城というのは非常にカーブを駆使してタイミングを取らせないというね、まあ、そういったようなピッチングが、まあ、山本宮城っていうのは光りました。で3戦目は田島がいい状態で行くんだけども、まあ、エラーを足がかりに、まあ、ちょっと逆転をされるんですよね。で逆転をされて最後モイネロに1点差でつなぐんだけども、ツーアウトから吉田正尚が
やっぱタイムリーヒットを打つ1、2塁からね。でその時に逆転を怖がって、まあ、一打長打が出たら逆転だから、逆転を怖がってモイネロを出してるのにもかかわらず長打を嫌がったという。でライト前に、まあ、初球おそらくチェンジアップ、まあ、吉田の能力が高いなと思うのはモイネロが初球チェンジアップから入ってくるケースが非常に各バッター多くて、まあ、それを狙ったのかなというようなね、まあ、そういう一打だったんだけども、まあやっぱ勝負強いね。で同点にして、まあ延長に入りレイが、まあ、中継ぎで上がったんだけども、まあ、バントミスをねファーストに暴投しピンチが広がり、まあ、ツーアウト満塁まで行ったんだけども、まあ、胸に、センター面を打たれてサヨナラをされるという、非常に悔しいですよね。まあ、悔しいけども、まあ、やっぱりミスがあったら勝てないということで、この試合では、まあ、今宮が頑張ったり、まあ、柳田が頑張ったりいろいろやっぱり中軸が頑張ってくると、まあ、それなりにお金を取ってる人というか、まあこういい試合というか点が取れてくるんだけども、だけどやっぱりミスがあるとね、まあオリックスの方もミスがあったんだけども、まあ、ミスがきっかけでもう負ける形になってオリックスに3連敗というね。でオリックスは日本ハムに3対2、で勝つで3対6で負けるという。ただしソフトバンクに、まあ、おそらく照準を合わせてたんでしょうね、まあ、3連勝という。ここに来てやっぱオリックスの充実ぶりっていうのが非常に目立つし、まあ、昨年優勝した時のようなチームに一体感がちょっと出てきてるかなという感じを受けました。まあ、ソフトバンクとやってる時なんかね、やっぱピッチャーがいいと、まあ、中継ぎもね、まあ、相当いいね、だから、まあ、ある程度先発が8ゲームをリリーフに任せたらほとんどの試合が、まあ、勝てるんじゃないかなっていうようなね、まあ、そんな感じがします。で楽天はソフトバンクに 3-7-2-6 で、まあ、最初負けるんですよ。だけど西武、これはまあ、3位争いというか A クラス争いで、まあ、3連勝してるというね、いうことなんです。まあ、3-0-4-3-6-4、これは、ね、延長に入ったり6-4がね。で 3-0 のゲームは田中将大がピンチがありながらなんだけども、まあ、西武打線にも助けられたっちゃ助けられてるけども、まあ、でもしっかり投げて、まあ、勝ったというね。で2戦目は則本、まあ、則本もしっかりゲームを作り勝ちゲームを作ったということで、6-4、早川が非常に良かったですね。でこの試合はリリーフ陣がちょっと打たれて延長にもつれ込むんだけども、宮森っていうピッチャーがデビューしてから1点も取られてないという、まあそのピッチャーを最後に使ってくるんだけども、まあ非常にやっぱりいいですよね。でリリーフ陣も、まあ、松井裕樹が、まあ、三塁打を森に打たれて外野フライで1点を失い、延長になるんだけども、やっぱりこう勝負どころで決めるっていうのは浅村がね、センターにホームランを打つとか、まあ、そういうことで勝負を決するという。だから非常に投手陣、マー君だったり則本であったり、則本がまた吠えてたし、で早川が非常にいいピッチングをして勝ち投手にはなれなかったけども、これからの流れを考えた時に少し流れが変わってくるかなっていうようなね、まあ、そんな感じがしました。はい、西武ライオンズ、最悪です。これで7連敗になったのかな。でロッテに1-8で楽天に0-3-3-4-4-6で負けるわけですけども、やっぱ打てない、やっぱ勝負どころでやっぱ一本が出ないし外野フライが出ない、まあ、チャンスも昨日はあったんだけども、まあ、先頭バッターが三振に取られ、まあ、次のバッターがゲッツーで打ち取られ、外野フライで1点取れるとか取れないとかね。それとか、まあ、一昨日のゲームは与座が投げていて、簡単に1点をやってしまうというね。辰巳の時に内野手がこう1点もやっていいよっていうような守備体系を取り、まあ、結局1点差で負けるんだけども、打てない時っていうのは前進とかしてより失点を避ける方がね、俺はいいと思うんだけども、まあでも、まあ、いつかは爆発してくれるだろうというね、まあ、辻監督の
まあ、願いを虚しく非常に、辛いこの時期にやっぱ勝てない状態が悪い、まあ、そういったチームっていうのは非常に辛いなっていうふうなねことを思いました。でロッテは西武に 8-1、日本ハムに4対5、7対4、0対4ということで2勝2敗ということなんだけども、安田が非常に成長してきたというね、まあロッテも本当に A クラスを狙えるだけの力がありながら、まあこの5位ということに低迷してるんだけども、まあ足は使える、まあ投手陣、中継ぎ陣なんか本当にいいし、三馬なんか今非常に最高に状態いいし、で小島もゲームは作るし、まあ非常にあのバランスはいいんだけど、まあ一つ足りないところはやっぱ長打力なんですよね。両外国人が、まあ、戦列を離れるというか、まあ、レアードもたまに入ったりとかもするんだけども、やっぱり一発が打てないとなかなかこう勝負を流れを引き寄せるっていうことは難しいかなという。だから安田がホームランを打ったりだとか、安田が最近4番に入ったりとかしてるんだけど、安田が打つと勝つし、安田が打てないと負けるというね。だから安田頼みになってるし、それはなぜかというとやっぱ長打が打てるからということで、だから非常にバッティングはつながるんだけど、ここ一番が出ないと負けてしまうというね、まあそういうことで非常に辛い思いをしてるなっていう、まあ、状態がいいのか悪いのか本当にいまいちつかめないというね、まあそういうロッテでした。で日本ハムはオリックスに2対3、6対3で、ロッテに5対4、4対7、4対0で、このまあ勝ち越すわけだけども、まあやっぱり目に光ったのはやっぱ加藤の安定感、あ非常にやっぱこうゲームを作るというか、まあ低めに丁寧に投げるというかね、ああいうピッチャーがいるところっていうのは若手とかそういうピッチングをやっぱこう参考にすると非常にいいなっていうことを感じる。それと今川、まあ、ホームランを打ったり犠牲フライを打ったりは してるんだけども、まあ、外野フライをポロッとする。ただ今川のねコメントは、まああの子は日本ハムのファンクラブに入っていて小さい頃から、でこの満員の札幌ドームでホームランを打つことが夢だったって、ホームラン打ちましたよ、まあ非常に喜んでた、なんかすごく印象的だったし、上川畑がまあサヨナラヒットを打つとか、清宮が非常に成長した姿をここ最近見せるようになってきたというね、だから非常に期待感が膨らむ、まあ、日本ハムでした。この3連戦がね、3連戦というかこの5試合は、はい、ということで順位表です、ヤクルトそんなに調子が良くなくても、6に減ったというね、今DeNA がいまいちちょっと状態が良くないんで減ったんですけども、で阪神がちょっとここに来て、まあ、打てないミスが出てきてる、広島は調子が良かったのに台風の影響で試合が流れると、で巨人はホームランを打ち出してきた、で中日はバンテリンドームでは非常に、まあ、相変わらず安定してるよという。ただねここで阪神と広島が、21日、甲子園、松田で23日、まあ、直接対決があるんですよね。だからそのところで勝したチームが上に行くかなというようなね、まあそんな感じがするし、で巨人、まあ残り6試合なんですよね、この阪神対広島ね。で巨人は8試合を残してる、でゲーム数がやっぱ多い方が得は得なんです。ただし巨人の最近の勝ち方ってホームランで勝ってるということを考えると、バンテリンドームで、3連戦があるんですよね。ここなんですよ、ホームランが出にくくて、やっぱ大野、小笠原、高橋宏斗って来られるとなかなかホームランが出ない、そしたらどうやって勝つかなんですよね。だからここら辺の中日3連戦、バンテリンドームでやる3連戦をどう乗り切るか、まあ、そこがやっぱ一つの鍵と、 DeNA にあと4試合残ってるという、 DeNA もやっぱ必死ですから、だからここら辺をどう戦っていくのかなっていうのがね、ちょっと今後楽しみだなっていう、見ものだなっていうようなね、まあ、阪神広島ね、お互いのホームで、
21日に甲子園、マツダで23日直接対決、まあ、これは見逃せないなっていうふうに思ってます。パ・リーグソフトバンクマジックが9ね、減らないで、オリックスが0になった。これはもう全くマジックは点灯してるけども、まだまだ分からないということ。それと楽天も、楽天まで、まあ、ギリギリあるかなっていうような、まあ、感じもするし、で西武はここに来てやっぱ状態が悪い。で内海が、まあ、引退試合、本当はこういう状態の中で、ね、マウンドに上がるっていうのは内海も心苦しかったと思うんだけども、まあ、その試合一旦は勝てるかなっていう雰囲気を出したんだけども、まあ、負けてしまったという。でこのここに来て2ゲームついたっていうのは非常に痛いなっていうね、まあ、そんな感じがするし、まあ、西武がもたもたしてるからロッテがね、5割でいってんだけど追い上げてきたよという、まあそんな感じがします。まあ好調は下位チーム、下位チームの状態は非常に良くなってるということで、非常にこう疲れてる、重くなってきてる戦いがね。でマジックは出るが、減らないというね、まあ、オリックスの頑張りなんでしょうけども、まあそういう、ちょっと変則日程の中でちょっと喋ってみましたけども、また何かこうあったら、3連戦じゃなくて2連戦の時でも、まあ上げるようにしたいと思うので、また見てください。以上です。